はい、どうもホワイトタイガーです。今回はですね、こちらの車両はですね、スズキのジムニー車両型式 JB64 ですね、新型のジムニーになってきます。でこちらのですね、今は、アルミホイールは純正のアルミホイール、タイヤも純正です。で車高もいじったりしておりません。純正のまんまですね。でこれからですね、タイヤを人気のですね、東洋さんのオープンカントリーラギットテレーンですね、ホワイトレター、こちらに交換してみたいなと思います。どのぐらいですね、車高が上がるのか、印象が変わるのかをですね、ちょっと見比べてみようかなと思います。今ですね、どのぐらい車高があるのか、それからタイヤとフェンダーの幅がですね、どのぐらいあるのかをちょっとですね、見てみたいなと思います。はい、それではですね、前側の車高から見てみたいなと思います。よいしょ。今現在がですね、78.5 ですかね。はい、それからですね、タイヤとフェンダーの幅がですね、約12センチです。はい、それではですね、リアに行っていきたいと思います。はい、続いてリアですね。リアが79かな。それからタイヤとフェンダーの幅なんですけど、だいたい12センチぐらいかなと思います。はい、それではですね、このタイヤ、純正のタイヤからですね、東洋さんのオープンガンドリーですね、ラギットテレンのホワイトレーターに交換して、どのぐらいですね、車高が上がるのか、印象が変わるのか、はたまたですね、ここのフェンダーからの距離ですね、がどのぐらい変わるのかですね、ちょっと見てみたいなと思います。到着しました。トヨタ屋のですね、オープンカントリーラギットテレーンですね。すいません、まだホワイトレーターではなくて保護剤が塗っておりますので、ブルーレターになっているんですけれども、今からですね、洗車して、このブルーレターをホワイトレーターにしていきます。ですね、やっぱタイヤ見た目だけでやっぱりちょっとごつくなりました。で重量なんですけれども、やっぱり純正よりも重たいのは重たいです。今からですね、走行してみるんですけれども、どんな風にですね、感じ方が変わるのか、人それぞれだとは思うんですけれども、ちょっとですね、自分の感想をですね、後から、言ってみたいなと思います。それでは車高がですね、どのぐらい上がったのか、見た目でも結構上がったんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと調べていくと思います。はい、それではですね、フロントタイヤからちょっと見ていこうと思います。最初と同じ場所で当てがいます。はい、フロント81センチですね。で、タイヤからですね、フェンダーの間なんですけれども、11ですかね。はい、1センチぐらい、ここのタイヤとフェンダーの間がですね、狭まりました。約1センチですね。はい、それではですね、リア行ってみたいと思います。それではですね、リアタイヤ測っていきたいと思います。あ、後ろも81かな。81センチですかね。で、フェンダーとの隙間ですね、11ちょっと切るぐらい、11ぐらいですかね。はい、若干ですけれども、リアもここのですね、タイヤとフェンダーの隙間がですね、縮まりました。はい、ホワイトレーダーではないのでですね、印象がちょっと違うかもしれないんですけれども、車高がですね、やっぱり若干上がっただけでも、やっぱ見た目も違います。で、おそらくこれホワイトレーダーになると、足回りですね、グッと白と黒で、引き締まるんじゃないかなと思います。今から洗車してですね、ちょっと走行テストしてみたいなと思います。
ちょっとですね試運転してきました。乗り心地ですね、なんかちょっとシャキッとした感じ、なんかふわふわしてる感じではなくて、ちゃんとなんかグリップあるなっていう感じがしました。クロカンとかスノアタとかされる方はやっぱマッドテレン選ばれた方がいいと思うんですけれども、まあ、街乗りですね、の方はまあラギットテン、でもですね十分なんじゃないかなと思います。ホワイトレターがやっぱりかっこいいですね。はい、今回はですね、スズキのジムニー車両型式 JB64 ですね、こちらの純正のタイヤから東洋タイヤさんのオープンカントリーラギットテレンですね、こちらのタイヤに交換してみました。参考になれば幸いです。ありがとうございました。